明治大学、シェイクスピアプロジェクトは、明治大学の学生が主催する、シェイクスピア劇上演プロジェクトであり、翻訳、上演、企画運営のすべてを学生が主体となって行う、学生演劇最大規模の演劇カンパニーの名称である。通称、MSP。2004年の初演後、毎年11月初旬に、明治大学駿河大キャンパスのアカデミーホールで上演され、 中高生を限定としたバックステージツアーなども開催される。メンバーは毎年新たに選出され、キャスト、楽器隊、演出助手部、照明部、音響部、舞台美術部,部、衣装部、映像スチール部、制作部、コラプターズの10部署からなる編成であり、キャストと楽器隊はオーディションにて選出される。年々、公演規模が拡大する中、スーパー歌舞伎2。 ワンピースなどの脚本、演出を手掛けた横内健介や恋に落ちたシェイクスピアや歌舞伎作品の脚本、演出で知られる青木剛史などの第一人者を監修として招聘するなど意欲的な作品作りが続けられ来場者は4000名を超える規模となっている。2020年は新型コロナウイルス対策のため無観客配信方式により上演され、 累計再生回数は1万回を突破した。2021年、明治大学創立140周年を記念し、群馬県前橋市及び宮城県仙台市で地方公演を開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大により中止となった。2007年以来、明治大学がケンブリッジ大学の公認演劇団体である、ペンブルックプレイヤーズの日本公演を支援しており、 アカデミーホールでのシェイクスピア劇の上演のほか、ワークショップの開催など、交流活動を行っている。2016年には、MSP 出身の俳優やクリエイターにより、ウィリアム・シェイクスピアの様々な楽しみ方を探る、目的で、ユニット、MSP ・インディーズが発足。東十郎などを演出に迎え活動を行っている。公演期間中の明大スクエア明治大学。 シェイクスピアプロジェクト監修音楽監修、楽曲提供衣装デザインワークショップ講師等、ありがとうございます。